してみな、好きな一回とかやってみて、押してうっくやめろって押し返した途端彼を押して、俺も押し返した。もうこれで、ね、さっき押し返したらいいよって言ったけど押し返して、いや、でここでこのまま、この釣り絵の敵が動き出したら俺もうここで末物みたいに動けないままいるから、彼はすごい攻めるのが容易だよね。釣り合って俺は動けないだけど彼は動ける、こうなったら俺がやられるわけだ。だからあのそうあのね、釣り合った時にあのすごい抽象化した概念で言えば、釣り合った時にね、その釣り合いを崩せて、崩したことを優位に使える人間が勝つゲームなんですよこれは。うん、やっていい、押していいぞ。あの分かる、今釣り合いそうになったのは俺が、今俺が優位になるように崩したの、押してみ、今何したか分かります。押してきて、一瞬押し返して、でもあ、押してくんならじゃあ抜くわ、は抜いた、ほらこれで俺が彼の力を抜いたっていうかさ、まあなんか止めれない、俺の動きね。もうこう、そういうのがすごく多いんだよ。ここで別にこれだけが全てじゃなくて、ここでもいいんだよ。これで終わりだよ。こう、ギュー押してきた。ここでさ、あ、そうっすか。まあどうやってもいい。じゃあ暇だから、たまには変えよう。たまにはこう変えました。これでも止まるんですよ。でもこんなことはしないでしょ。うん、こっちはね、多分できないんですよ。やっていいと。いや、あんたは普通の、これ当たっちゃうから、うまくできない。うまくできないというか、まあ、こう抜ければいいんだけど、今から押していって。こうやって抜ければ、これでも守れる。うん、だけど、俺は楽だけど。うん、それをなんか、両足一緒にこう押し返すから、せっかく2つあるからね、結構独立に適当に動かしてうまくいくことがね、多いんですよ。あんまり、うん、まあ本能に任せてると、技っていうのは本能で動く人をやっつけれるのが技なんで、本能で反応しない方がいい、こうとかね。こうとかね。これででもパスできないでしょ。今、うん、だから今足伸ばして開こうとすると当たっちゃうから戻して、あ、来た、ここを膝曲げてここで伸ばせばこれで止まるんで、うん、でも何とでもなるんだけどね、何とでもなるというか、今のもやってみたから、押してきた時に何かな、そうすか、こうただ足前後にめっちゃ大きく開いて、この足をここに当てるだけで、もう多分パスはできない。だってここに行っちゃえば俺がアドできてるから、こっち来ても攻めれないからね。もしくは来た、これでもいいね、これでもガードできちゃったね。今は右足を上に、左足を下に引いた。もしくは来た、またガーバー開いちゃう、これでもいいのかな。これでもガーの敵の思い通りじゃな、ダメなのが押し切る、やめろ、押し返す。めっちゃありがたいよね、彼としては。ちょっとそれだけでもやってごらん、うん、足腰をなんちゅうの、まあ、けら、あの顔を蹴ったり突き指したりせんわとね、あと組み手ブチって切らんでええからね、それとまた違う話なんで。